はい、晩ご飯を作っていきます。今ね6時5分前ぐらいです。では今お母さんがお米水を汲みに行ってるので、私はその間にいろいろねやってきます。今日の山ご飯担当は私なので頑張ります。2人の命がかかっている。で今日はね楽々参考なのでクラボックスを持ってきて、あの保冷剤とかも入れて普通に食材持ってきました。このほとんどを今日食べて、明日の朝食べて、明日の昼はもう何も持ってかない簡単なご飯にしようと思います。こんな感じで火をおかえりなさいませ。ちょっとこれ切ってより水多いかな。まあ一緒、柔らかすぎた。それ100均で買ったの。あーいいじゃん、すごいおばさん。なんかあのお玉になってない分さ、持ち運びしやすいかなと。いいね、混ぜるときも良さそう。それに1個でいいの？2個。すごいすごい。はい、お米さ30分待たずに炊いちゃう？いいよ。オッケー。オッケー。じゃあ炊いちゃいます。もう。ね、サイドテーブルいいね。ね。これいる。これちょっと待って。沸騰を待つ。大丈夫か？よし。では鍋します。はい、今日は。あったかいも食べたいなと思って、何がいるの？この中から、その中からいろんなものを、はい、あ、これね、これと切らないかんやつがね、あその2つ、はい、これと、こんなの持ってきたんや。そう、100円ローソン、これ餃子、あとはね、チーズと、やったウインナー、ウインナーが今日使うものです。あとね、これね、これよし、チーズあるし、いいじゃない。よしよしよし、多分入りきなんで第2回戦分ぐらいあるかも。うまっつんな。これはどっかに避けとく、切ったやつ半分時から、1回戦ウインナーで2回戦餃子しますか。これどうやって使うんだ。カードを持ち上げて、新芽を手で切る。マジ？じゃあ振るわ。ナイス、すごい。蒸し焼きみたいなさ、レンジでチンとかしたら美味しそう。今日調味料めっちゃ軽量化。この金魚の餌みたいなのがコンソメで、どのぐらいいるかな、味見てない。どう、もう鍋として成立する量かな。これで米が炊けたら鍋してきますか。あれパフってさ、
めっちゃあったかくした。靴下履いた。よし、米ができたよ。ここに置いていいよ。はい、いきます。かわいいよこれ、ミニキッチン。はい、お願いします。靴ひも変えてます。よし、行きます。じゃじゃーん、オープン。まあまあまあいいんじゃない。ちょっとべちょいけど、すごいとろみがあるんだね、このスープって。うん、混ぜる。はい、うわー、いいじゃない。第1弾できた、できた。トマト鍋のウインナーバージョン。やったー。やったー。だけど米の量が半端じゃない。いいよ、食べるよ。美味しそう。食べれる。食べれる。あ、味見ないか、ちょっと失礼。どうですか。いい塩梅です。やったー。はい、一発で OK や、すごい。よいしょ。こんな感じ。わわわ、食べまひょー。食べよう。めっちゃ美味しそう。これに取るの。うん、それに取る。使っていいよ。美味しそう。美味しそう、食べよう。せーの、いただきます。ほんまに美味しそう、これ。いいよ、この鍋だ。いいね、美味しいね。寒いやつ、うまい。やば。あ、チーズいいじゃん、チーズ。やばい、伸びてる。トマトのウインナーいいね。うん、こんな感じ。いざ、まあ、よく噛めばいい。うん、食べれる。うん、硬い派の人は好きかもしれない。うん、そうだね、味はいい。うん、肉でちょうどいい。入れただけ。うん、簡単だね。え、前もこれやった一人の時。うんうん、うん、うまっ。うん、塩気うまっ。うん、じゃあいきます。うん、できました。はい、50円です。はこれでまあとろみが出る。うん、はい、真っ赤っか。いいね、トマトソース。いいね。あ、積もった。いいじゃん、美味しそう。次、餃子バージョンです。だ、汁少なめ、うん、チーズがいい。やば、ウインナー崩壊してる。これは明日の分。うん、へへへへ、うん、はい、で、これ餃子。うわ、餃子どこ？うまっ。商品名猛烈餃子みたいな名前だったんだけどさ、それは何？ニンニクってこと？猛烈。へー、美味しい。山だからね。うん、いいのいいの。美味しいわ。ありがとう。
ごちそうさまでした。楽しかった、ありがとう。お腹いっぱい、いえ。いやでもね、よいしょ。こんだけ残して、これを明日、白米と合わせて、あ、言えない。またね、アレンジして食べます。楽しみだな。ビーパルの付録、川の音がするよ。お母ちゃんだよ。おやすみ。おやすみ。バイバイ。おやすみ。お母さん。